1日午後、北海道室蘭市の住宅で火事があり、2人の遺体が見つかりました。この家に住む親子とみて確認を急いでいます。1日午後3時半過ぎ、室蘭市栄町2丁目の住宅で、建物から煙と炎が上がっていると目撃した人から警察や消防に相次いで通報がありました。警察によりますと、建物内部から性別のわからない2人の遺体が見つかりました。この家に住む無職の川澄修子さんと50代の息子とみて確認を急いでいます。またこの火事で付近の住宅数軒も延焼しました。警察によりますと、煙を見て家の窓から飛び降りた近所の住人2人が怪我をして病院に運ばれたということです。